こんにちは、本気のパソコン塾の三浦です。今回はですね、質問に答えていきたいなと思います。で、今回いただいた質問はこちら、参考書買ってみたんですけども、一度も、開いてません。どうすればいいですか、みたいな内容ですね。まあこれご質問いただいてちょっと気になったのが、そもそもなんかスキルアップをしなくてもいい、必要性を感じてないってことであればやらなくていいかなと僕は思ってる派なので、こういう人はちょっと除いておいて、スキルアップはしたいと思ってるんだけれども、なんか参考書が、まあ参考書っていっぱいあると思うんですけど、コンピューターってこのぐらいの厚さだったりだとか、あとはちょっと開いたら難しそうだったりするじゃないですか。まあ、そういったのが理由で始めることができなかった方にちょっと 何かアドバイスができればなと思ってます。で、まあそういった方に何かアドバイスできるとすれば、それは買った日に、第1章ですね、チャプター1、どの本でも参考書でも章に分かれてると思うんですけども、その最初の章を、一通り、その日中にやるっていうのをお勧めしています。で、うまくその参考書開いてませんでしたとか、やってませんでしたっていう人と話を聞くと、結構その買った日はそれに買ったことに満足しちゃって、まあ、明日からやろうかなとか、来週の月曜からやろうかなって決めてたんですけど、なんかもう忘れてましたみたいな人がすごく多いんですよ。で、ただこれって結構その当たり前で、まあ僕もそうなんですけど、そのやっぱりモチベーションが一番高い時って初日じゃないですか。しかもその思った時、やろうと思った時がマックスで、そこからもうあとは加工していくだけだと思うんですね。で、その中で、できるだけその高い状態で、例えば参考書一章、一部分でもやると、あ、意外とできるんだなとか、こういう感覚かっていうのが分かるので、例えば次の日とか、まあ、1週間先である程度モチベーション下がったとしても、あ、以前ちょっと分かったからやってみようっていうふうに、まあ、継続ですね、継続ができるようになってきます。なんですけども、これって結構モチベーションとかって1日寝たりするだけでもすごく落ちるじゃないですか。で、まあ、初日すごく やろうと思って本を買って満足して、次の日っていうのはモチベーションも下がってきてるんで、この時点で本を開いたらなんか難しそうだがもういいなと思ってパタンと閉じてしまうっていうことはザラにあります。で、まあ、こういった、考えでいくと、結構個人的にはその Amazon とかで、レビューがいい本をちょっと買ってみましょうとかお話してるんですけども、 Amazon で買うとその日中には届かないじゃないですか。まあ早くて明日とか数日後だと思うんですけど、その間に冷めるぐらいであれば、もう例えばなんか思い立った時に本屋にすぐ行ってそこで買って帰ってきてすぐパソコンでその第一章やった方が結果的に継続ができるんじゃないかなと思います。はい。で、あとはですね、まあその本を、開いて、まあ第一章その日中にちょっとやってほしいなと思うんですけども、これもちょっとコツがあって、コンピューター系の本って、まあ多分見てもらったらわかるんですけど、最初の方って説明がめちゃめちゃ多いんですね。で、まあ専門的なその単語もすごく入ってて、もうひたすらわかりにくい、まあ分かりにくいって本自体は分かりやすい書かれてるんですけど、知らない人が読んだらすごくとっつきにくいっていうのがあるので、それを一字一句覚えるように読むのではなくて、一章まずバーッと読んでほしいんですよね。で、まあ理解はもう3割ぐらいできてたら十分ぐらいでもいいので、1日目はそれで、あ、こんな難しい本でもちゃんと第一章自分で読んでできたっていう満足感を得て閉じて、もうその日は終了にしてみるっていうのもすごくいいかなと思います。で、次の日はもう一回丁寧に一章読んでみるとか、で、大体その一章が分かってたら次の章に進むとか、していくのがいいかなと思います。やっぱりそのコンピューター系なので慣れてない分そのとっつきにくいので、あまり丁寧に読み込んじゃうと途中でわけわかんなくなってやる気がなくなっちゃったりもするので、まずは一章、読んで、まあ、わからなくても例えばコード系であればとりあえず手を動かすだけでもいいので、やって、一章ちゃんと最後のページまで見てみるっていうのがすごく最初にはおすすめなんじゃないかなと思います。で、あとはですね、
まあなんか結構皆さん紹介すると全部買ってくれたりしてる人も多いんですけど、なんかまあこういったいろんな種類の参考書揃えるのもいいんですけども、あまりにも例えば1回に5冊とか結構多くなってくると、そういった買い方しない方がいいかなと思います。同じ種類の5冊だったら相乗効果でいいんですけど、いろんな種類の買いすぎるとこれもこれもこれもみたいななってくるかなと思うので、この辺もできたら最初はもう 1,2 冊ぐらい絞ってみるっていうのも一つかなと思います。で、あとはですね、そのどの本を買えばいいかっていうのは、まあ Amazon とか結構レビューが良くて初心者向けですよって書いてある本であればどれでもいいのかなと正直思うんですけども、まあ個人的にもマニュアルとかでおすすめの本とか紹介してますし、まあ知り合いの人とかに本業の方がいるのであればいろいろアドバイスとかもらって、まあ初心者の人でもやりやすい本をちゃんと選んでやっていくのも一つになるかなと思います。はい、今回の内容はこんな感じで、もうやろうと思った時に、買ってその日中に一章やるっていうのをまあこれまでちょっとうまく続いてないか買った方はぜひちょっと参考にしてやってみていただくといいんじゃないかなと思います。で、まあスタートっていうのはその遅すぎることはないので、例えばこの動画を見ていただいてちょっと家に参考書眠ってたなと思ったのであれば、それ引っ張り出してきて今日一章やることがすごく重要だと思うんですね。で、それをやっておけば次の日、前の日やってたからちょっとやってみようかなっていう気持ちが湧いてくる可能性がかなり上がってくるかなと思いますので、ぜひやってみてください。はい、今回の動画はこれで以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。